セシュル・オーブリーは、フランスの映画女優、作家、テレビドラマの監督、脚本家でもある。オーブリーは、フランスのパリに生まれ、映画、黒バラ、ジョー・フマノン、青髭で、国際的なスターになり、1950年6月には、雑誌ライフの表紙を飾った。後に結婚して、女優業を引退し、児童文学の作家に転身。自作、アルプスの村の犬と、少年、 僕らのポリーのシリーズを原作に、フランスで連続テレビドラマを制作。脚本を執筆し、何本かのエピソードでは監督も務めた。アルプスではナレーションも担当した。どちらもオーブリーの息子、メヘディ・エルグラウイが主役で出演している。左がメヘディ・エルグラウイ右がセシル・オーブリー。アルプスは日本でメ犬ケン・ジョリーのタイトルでアニメーション化された。名犬 ジョリーではセシュルオーブリと表記されている。僕らのポリーは1962年より NHK で放映された。2010年7月19日、肺がんのために逝去。80歳没。ありがとうございます。